はい、皆さんこんにちは、ニプランツです。今日なんですけれども、ウィンドプランツさんという方ご存知でしょうか。去年の8月ぐらいに岐阜に帰省した時にですね、風のオテロイっていうオテロイを購入してきたことがあったんですけれども、そちらの、まあ、未生のオテロイなんですが、その即売会っていうのがですね、先週ぐらいに行われまして、でたまたま僕実家に帰省をしてたので、ついでにちょっとイベントに参加してきました。未生のオテロイ720株もですよ。720株陳列されていて、その中からよりすぐりのですねオテロイを3株購入してきました。まあ、今回はそのイベントのまあ内容だったりとか、あとはオテロイを選ぶ上でのそのポイントなんかを踏まえて購入してきたものを紹介していこうかなと思っております。はい、まずですね、去年の8月にウィンドプランツさんの方でオテロイを購入してきたのが、今こんな感じになっております。4株購入しまして、まあ、4株とも独特な、まあ、風貌だったんですけれども、まあ、そこからちょっと成長は少し、ゆっくりな感じなんですけれども、だんだんとどの株もですね、ロゼッタ状に葉が開いてきて、まあ、これなんかは巨子がすごく強く出てきてるかなという感じですかね。はい、ということでですね、今回購入してきたのがこちらの3株になります。めちゃくちゃ小さいですよ。8月に購入した株よりも一回りも二回りも小さいです。こんな小さい株ばかりが出てたわけじゃなくて、僕が8月に購入した時に買った当初の大きさのものもたくさんあったんですが、まあ、よりすぐりの中から700株以上ある株の中から選出した株の大きさがこれぐらいだったっていうことですね。まあ、ちょっと詳しく見ていくと、もうほんとこれぐらいですね。これプレステラ70の、鉢になるんですが、それでも結構大きく見えちゃうぐらい株自体が小さいです。で、小さいんですけど、一本一本のサイドの巨子がすごく分厚いなって思ったのがきっかけですね。これはそういう特徴がありますし、こちらはですね、今紹介したものに比べると巨子自体は細いんですけど、割と巨子も白くて少しうねうねしているのが特徴的かなというふうに感じました。で、3つ目は真ん中のこの成長点付近の巨子がすごくずば抜けてるというか、なんかちょっとシュシュシュッと何本もこう頂点にこう出てきてるような、そんな感じにこう見えるんですよね。これが次の葉っぱが展開してきた時にどういう感じでこう展開していくかがすごく楽しみだったので、3株とも小さいながら選ばせてもらいました。で、実際にはもっといろんな特徴を持った株もたくさんあったんですね。で、今回たまたま僕が選んだのが本当にこれぐらいの小さい株だったんですけど、もう少し大きめのもので、で、葉っぱもぷっくりしてるものだったり、巨子がもう少し違う出方をしていたり、まあ、いろんな特徴がある中でパッと見た時に、あ、白の面積が突発的に見えるなって思ったのが選ぶ時のポイントだったんですね。で、この未生のオテロイを選ぶ基準っていうのも人それぞれだから面白いなって思ったんですよね。で、イベント会場では結構いろんな方々来られてたんですけど、まあ、単純に株が大きいものを選ばれる方とか、巨子の出方で葉っぱが分厚いもので、葉っぱが細いものとか、まあそんないろんなこう選び方っていうのがそれぞれ選ばれる方の
ポイントとしてこう重点を置かれているので、700株もあればやっぱりそれに合った株っていうのが必ず見つかるんです。それをですね、宝探しのように選ぶっていうのが、まあかなり欲しいなっていう気持ちにさせてくれるっていうのが今回のイベントの醍醐味だったかなというふうには感じました。この3株が全部今ちっちゃくって全く同じもののように見えるっちゃ見えるんですけど、少しずつ成長していくにつれて風貌は多分変わってくるんじゃないかなと思います。で、挙手だけで見ると、まあこの2つはかなり似てて、でこの株だけちょこっと違うかなっていう印象がまああるんですね。これ大体同じような感じに見えるんですけど、ちょっとこちら側の方が挙手が細かい、こっちの方が挙手一本一本が太い、存在感が少しこっちの方がある。両サイドの2株っていうのが同じような成長の仕方をするのか、はたまたこの2株さえも別々の風貌に変わっていくのか、それぞれ特徴が違ってくるかなっていうふうにも感じましたので、まあそこの成長具合っていうのも今後楽しみになってくるかなというふうに思いました。ウィンドプランツさんのそのやられている場所が高校の近くなんですよね。なので、本当に地元に戻ったのに地元でアガベ楽しめちゃうなっていう気持ちがすごくあって、なのでまあ今回もあんまり時間なかったんで、そんなにイベントの中をしっかり見れたわけではないんですけれども、でもやっぱり空いた時間を見つけて行ってみたいっていう気持ちにさせてもらえるぐらい、やっぱり充実したイベントにはなっていたと思います。で、イウィンドプランツさん の, 本拠地ですよね。本拠地もものすごい数のオテロイがいます。で、まあ、これはまあ前の動画でも紹介したので、ぜひそちらもまた見ていただきたいんですけれども、本当にたくさんのオテロイだったり、まあ、チタノタブルーだったり、他にもチタノタ以外 の, 珍しいアガベなんかもありました。まあ、そんなところで、ぜひこちらのオテロイの成長記録なんかも今後取っていきたいなというふうにも思いますし、まあ、どういった株になっていくのかっていうのがすごく楽しみな、そんな規制になりましたね。はい。ウィンドプランツさんの、まあ、イベント即売会に参加させていただきましたっていうレポート動画になりました。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。